キラヨシナカ、キラヨシナカ、キラヨシヒサ、ヨシナカ、名前の読みについては、口述を、参照は、江戸時代前期の後家旗元後家景も入り、赤穂事件の一方の当事者であり、同事件に題材を取った創作作品、中心蔵では、仇役として描かれる。陽名はサブロ通称はサコン。十四以上、左小野江賢少将、光月之助。 キラ光ウズスケと呼ばれることが多い。本生は、源氏、姓は源氏姓は源氏家紋は丸に二つ引き、五十三切り。領地は、三河国発軍キラ小、岡山、横須賀、大塚川、場小山田、鳥羽、宮京の八家村の三千二百国、上野国緑野軍の白石村、薄井軍の瞳村、中山村の三家村の千国、計四千二百国。 寛永18年、1641年9月2日、後家旗元、吉良義シ四千4200と、大老、堺忠勝の名、忠義の娘の着男として、江戸丹野京の吉良邸にて生まれる。一説によれば、陣屋があった群馬県藤岡市白石の生まれともされる。義阜の母及び父方の祖母が、後家今川家出身で、今川氏真の矢者後にあたる。ママは、 母の妹。弟に、東条義宿、五百国の旗本、東条義高、霧舞三百票の旗本、東条冬忠、し、義宿用紙、東条冬へ、義高用紙、交渉、山城国岩清水、八幡田宮の僧侶、豊造坊、高尾の弟子の五人がいる。妹も二人おり、うち一人は安藤氏に嫁いだ。女王二年。 1653年3月16日、将軍、徳川家綱に敗越。明暦三年、1657年12月27日、十四位下地重権上野助に助任。位階が高いにもかかわらず、上野守でなく、光助の助であることについては、新郎人獄を参照。万寿元年、1658年4月、出羽米沢藩主。 上杉綱勝の妹、三姫、後の富子と結婚。上杉年譜では、万事元年3月5日、流栄において、老中、坂井忠清、松平信綱、安部忠清烈座の中、小品正幸から三姫を、吉良孝助の助へと継がせるべき旨を命じられたことを、千坂兵部が綱勝にのぼしたと幕名による根義と記している。富子との間に次男四女。 長男、三之助、次男、三郎、長女、鶴姫、次女、振姫、三女、あくり姫、四女、菊姫に恵まれた。ただし次男、三郎と次女、振姫は溶接。万治二年、1659年から、父と共に出資する。部屋住みの身分ながら、家禄とは別に、久し影両千両が支給された。 漢文2年、1662年8月には、大内戦闘後所蔵営の5割門の使いとして、初めて京都へ赴き、5歳天皇の越見を賜る。以降、生涯を通じて、年賀し15回、幕府の死者9回の計24回上落した。漢文3年、1663年1月19日、5歳上皇の陰性の開始に対する、 私としての二度目の上洛の際、同年2月3日、22歳にして、14以上に少女している。24回もの上洛は、皇家の中でも、軍を抜いており、さらに部屋住みのみでありながら試射職を行っていたことは、皇家としての技量が卓越していたことを表している。優秀な技量を綱吉が長愛したためとも言われている。漢文4年、1664年うるう5月。 義兄、上杉綱勝が死死なきまま休止したために、米沢藩が海域の危機に陥ったが、星名正幸、上杉綱勝の楽府の圧戦を受け、長男、三之助を、上杉家の養子、上杉綱則とした結果、上杉家は、海域を免れ、三十万国から十五万国への現地で危機を収束させた。綱勝休止は吉中による、毒殺説が存在するが、 これは、上杉や江戸家老、千坂高房らと対立して失脚した、米沢藩士、福王氏八谷の流言飛語で、綱勝自身も若い頃から病弱で、何度か病に倒れ、既得になったこともあり、毒殺説の信憑性は乏しいとされている。以後、吉中は、上杉家との関係を積極的に利用するようになり、財政支援をさせたほか、三人の娘たちを、 上杉家の養女として、縁組を有利に進めようとした。長女、鶴姫は、薩摩藩主、島津綱木の室、三女、あくり姫は、交代寄合旗元、津軽生の室、四女、菊姫も旗元、坂井忠平の室となっている。鶴姫は1680年11月20日に、綱高に離縁され、菊姫も死別するが、後に、くげ、 大井の三角教音の室となって一難一女を生む。漢文八年、1668年5月、当、岐阜湯の死去により、家督を相続する。時に28歳。遠方八年、1680年8月29日、皇家の局官である左この江検少将に転任し、遠方八年、1680年11月20日に、島津槇に嫁いでいた鶴姫が離縁される。 天和3年、1683年3月には、大沢元常、畠山吉里と共に、皇劇も入りに就任した。上京3年、1686年、西尾藩と接衝の後、領地のあった三河国発軍に黄金帝を築く。また、長男、綱則の上杉や入り後、着男は、次男、三郎だったが、上京2年、 1685年9月1日に溶接。綱則や幕府とも協議の末、綱則次男の春千代を、平佐平義地下と改名させて、養子とし、元六三年、1690年4月16日に、江戸丹野教の邸宅へ迎え入れた。元六十一年、1698年9月6日、直学家事により丹野教邸を消失し、後後副教にて再建する。 この大火で消防の指揮をとっていたのは、針間赤穂藩主、浅野長則であった。元六十四年、千七百一年二月四日、赤穂藩主、浅野長則といよ吉田藩主、伊達村伊鷹両名が、東山天皇の直司である、柳原氏門、高野多元春、霊元上皇の因子である、聖漢寺広下田,田氏らの御馳走人を命じられた。吉中は、 好期も入りの筆頭だったが、吉中は朝廷への年賀の使者として、京都におり、江戸に帰着したのは2月29日だった。長森は、過去に一度、直死後地送人を経験していたのだが、以前とは、変更になっていることもあって、手違いを生じていた。ここに、すれ違いが生じた、と見る向きもある。3月14日午前10時過ぎ、少子楼廊下において、吉中は、 朝の長典から、背中と額を切りつけられた。長典は雇わせた、留守巨番、梶川頼りてるに取り押さえられ、吉中は、後家、品川医師、畠山吉寧らによって別室へ運ばれた。かい、栗崎同友の治療もあって、命は助かったものの、額の傷は残った。その後、目付、大久保忠しらの取り調べを受けるが、長典を取り調べた目付多門へともの、 多門筆記によると、吉中は、拙者何の恨み受け候、ろう。覚えこれなく、全く巧みと乱心と、愛みへ申しこう。かつ、老体のことゆえ何を恨み申しこうやばんばん。覚えこれなき言うと答えている。多門筆記は、事件の大部後に書かれたもので、他者の策も考えられる。長森は、即日切腹を命ぜられた。吉中は3月26日。 公劇も入職の五役御免願いを提出。8月13日には、松平新坊、五千国の旗本の本所の屋敷に、屋敷街を拝命。受領は9月3日であった。当時の本所は、江戸のバスへで発展都城の地であった。なお旧阿光藩主との確執が噂され、林家の阿波戸田藩、八塚日高みからキラを、五福郷内より移転させるよう嘆願があったとされる。これは、 堀部康兵衛らが大石に送った8月19日付書館に書かれてあったことで、後世になって流されたものとされる。また、屋敷替えに富子は堂々していなかったと言われてきたが、キラ・光月之の助も本所屋敷には常住していなかった。この屋敷替えに合わせるように、8月21日、大目付の正田康都し攻撃も入りの大友義隆、書院万氏の登場冬江など、 吉中に近いと見られた人物が、勤めが良くないとして罷免されて、消不心返入となっている。12月11日、吉中は隠居願いを提出した。これは、遺願退職のようなもので、即座に受理された。養子市、吉近が家督を相続した。元禄十五年、1 7百2年7月に、浅野長則の弟、長公が浅野本家に預かりになった。 これと前後して、茶人、山田隆史編は、本所に茶室を構えていたので、吉中から、平家の茶会にしばしば招かれていた。12月14日に茶会があるとの情報が、総編を通じて、総編の弟子、脇屋新兵衛。その正体は47師の一人、大高忠夫に掴まれていた。元は後半筆頭家老、大石義夫はこの日を討ち入り日に決定した。 12月15日未明、大石をはじめとする赤穂子四47士が、キラ邸に打ち入った。当主、吉地下はじめキラ家臣らは、防戦に当たるも、吉中自身は住小屋に隠れた。赤穂老子たちは、吉中の捜索に当たったものの、容易に見つけることはできなかった。吉田兼介や相田光夫らが、台所横の住小屋から、話し声がしたため、中へ入ろうとするや、 さらばや墨などが投げつけられ、二人のキラカシンが切りかかってきた。切り伏せた後、奥で動くものがあったため、間三光置が槍でついた。吉中は脇差しで抵抗しようとするも、竹林隆重に切り捨てられ、首を打たれた。去年六二、満万十一歳。吉中の首は、千学寺の朝の長典りの墓前に捧げられた後、箱に詰めて同時に預けられた。 寺では、そう二人に、これを持たせて、キラ刑を繰り返し、過労の相談孫兵衛と、斎藤区内がこれを受け取った。二人の連書の署名があるキラの首の領収書、首一つを、千学寺が残している。先の忍城寺に治療に当たった、栗崎道友が、首と胴体を縫って繋ぎ合わせた後、菩提寺の万象寺に葬られた。戒名は、冷静寺堂の実産倉庫大古寺。 この当時の万象寺は一ヶ屋にあったが、大正期に万象院と名を改めて中野へ移転し、それに伴って墓も改装して、現在は歴史史跡に指定されている。その後、阿公老子らの切腹が行われた同日に、キラ家を継いだ、キラ義鹿は海域の上、品の高島藩主、諏訪秋守中虎にお預けとなった。幕府が義鹿をこのように処分した理由としては、 幕府の裁定により、父、キラヨシナカが、松の廊下での事件の際に巧みに対し卑怯の至りな、振る舞いをし、赤穂浪士打ち入りの時も、未練のある振る舞いしたため、親の地上区は、子として逃れがたくとして、父である、キラヨシナカに代わって、キラヨシチカが責任を取ることとなったこと。そして、赤穂浪士が、吉良邸に打ち入った、際のヨシの対応を、義が自ら武器を取って、 アコウロたちに応戦したが、フワマサに面と背中を切られ、そのまま気絶していたことなどに対して、幕府表情書が不届きとしたためであった。そして、その後、宝永三年、1706年に、ヨシが死去したため、吉ラ家は断絶となった。他にも吉ラ町には、赤馬という郷土玩具が存在し、これはヨシが黄金帝を築いた際に当地を訪れ、赤馬に乗って、 作業を視察したという言い伝えに由来すると言われているが、郷土玩具の赤馬は、吉中の死後130年ほど後の天保年間になってから作成が始まったものである。戦後、五代目の田中清一時の時に郷土玩具としてもてはやされ、全国的に知名度が広まった。その後、愛好家からの要望で商品に白馬と殿様が加わるのは、六代目の時からである。 実際に、吉中が、領地の一つである、三河国発軍キラ賞を訪れた頻度については、キラ家の日記である、キラ家日記において、1677年11月に、京都へ、臨時の上司を務めた会議に一度訪れたことが、唯一確認できる記録である。BR、黄金亭という名称は、築亭によって、水害を収束させ農業生産の安定に寄与した。 吉中の遺徳を偲んで称されるようになったとされる。黄金亭の名称と、その存在の諸言については、明治十七年の瀬戸村政前図に、番外三十二番黄金亭町十七間四尺幅平均九件、とあるのが確認できる最初のものであり、それ以前の現存資料である寛永五年、岡山村県知水町、宝営二年、田畑水町などには、黄金亭の名称とそうした、 包みの存在が確認できないことが、平成2年10月15日から11月6日の間に行われた愛知県埋蔵文化財センターの発掘調査によってわかっている。上杉家家臣たちからの評価も芳しくなかった。それは、上杉家では、吉中の長男、三之助が、上杉家の養子となって、以降、平家の買いかけ金や不審を負担し、 支払うのが慣例となっていたからである。まず、遠方4年1676年に、平家が町方に未払いで貯めていた6000両を、上杉家が上方からの借金で年1000両を支払い、6年間で返済1両イコール10万円計算で、現在の価格でおよそ6億円。続いて、天元年1681年に、 上杉家御所修正の六月八日付の奉行人書状、須田右近書状に、光月の助様のご心情は、かねてご不用意に相来て、ご迷惑なされそうろう。なかんづくこの頃は、ご福所の異兵と申す者が町奉行へ書き付けをさし、のぼせこう、とあるように、きらけが貯めた買掛金を一向に支払わないため、ご福所の異兵が町奉行へ訴え出るということが起こり、訴え出た。 五福所の異兵をはじめとして、相模山田米、滝木屋、昌米などの町方、商人十人ほどに貯めていたキラ家の買掛金二千七百八十両を、上杉家が肩代わりしている、二億七千万円相当。そして、元六十一年、百九十八年には、直学家事により、家事橋にあったキラ邸が消失したため、五福郷に新邸を建てることとなり、 その建設にかかった費用の2万5千五百両も、上杉家が負担している2億5千万円相当。さらに、これらに加えて、米沢藩の文言帳に、一、五千国御前様一、千国家橋様とあるように、上杉家から、平家に、毎年六千国の援助を行っていた。ただし、確認できるのは、漢文2年、1662年から遠方4年。 1676年までなので、一国イコール一両として、6000両13年イコール7.8万両、現在の価格で総額78億円相当。なお、当時の上杉家の江戸画廊の色部屋市長の地業は1666国。色部屋市長の前任で江戸画廊を務めた千坂高房は1565国。上杉家で色部市と共に最上位に封され、 米沢藩が作法されてから、福島城代から変わって、あゆか城代を命ぜられ、上杉家の軍大将も兼ねた、本城正長は1666国だったので、当時の上杉家で最上位に位置していた、これら上司の三夜を合わせた石高よりもさらに多い法六、放禄を上杉家は、毎年、きらけに仕送りしていたということになる。上記のように、上杉家は、 キラ・義仲の長男を養子とすることで改役を免れたという立場上、そしてその義仲の息子である上杉綱則が藩主となったことなどから、所領が半減されるなどの苦しい犯罪性にありながらも、キラ家に対して何かと支援し、金銭を苦面しなければならなかったのである。そのため、キラ家に対して多額の肩代わり、資金援助を行わなければならなかった。 当時の上杉家の江戸館情報、須田うこは、国元の米沢藩に宛てた書状の中で、当方もやがて、きらけ同然にならんと書き残している。島津光久の形出で区下の平松寺王の養女で、あった日ワインが、松の廊下の事件について、兄の平松寺王に送った、洋は院書状という書状が現存している。洋ワインは、光久の形出であったため、地のつながりはないものの、 三久の孫である、島津綱木の祖母と言える立場にあり、その孫の綱高に嫁いでいた、平義仲の娘の鶴姫とはいわば、欧州との関係にあった人物でもあった。松の廊下の事件が起こった当時、江戸にいたヒワインは、京都にいた兄の平松寺郎に宛てて、以下のような書状を送っている。すでに義仲の娘、鶴姫と島津綱木とは1680年に、 離縁しているためか、要ワインの書状の内容は吉中に対して、同情侵明たものは見られず、冷淡な反応を示している。ちなみに、遠方8年、1680年11月20日に、島津津巻から離縁された鶴姫は、その後、実家のキラ家には戻らず、洋家であり、弟である、上杉綱則の,のいる上杉家に戻って七姫と、改名している。そして、 その後も、上杉屋下屋敷の発金判定に住み続け、再婚しないまま、法営5年、1708年年9月25日に死去したという、去年49歳。赤老子の内入りが伝わった、当時の朝廷の反応、様子を伝えるものとしては、当時の関白であり、朝廷内で、新幕府派であった、の井本弘の日記である、元弘公記、当時の三義であった東園。 元政の日記の東縁基長狂記、そして東縁、元政の父であり、夕食四天皇と称された一人でもあった東縁起領の日記の起量狂記などがある。このうち、元広公期ではキラが認定されたことについて、この絵が3月19日に、珍事と面白げに記しており、3月20日に、この絵が散大した時に、 松の廊下の事件について書かれた書状を東山天皇がご覧になられた際の様子についてはご気の胸、仰せ暮らし終わりぬと天皇が喜ばれていたこと、そしてこの絵が高野全中納言と密かにキラが切りつけられた件について話した際に高野が真中、関越していると述べたことなどが書かれている。なお、この絵が3月20日に散大したとき、 天皇やこの絵に伝わった情報は、元広公記の3月20日に、浅野匠頭は、田村右京之助に預けられ、平野聖子は未だ知られずと、まず中心がありと書かれているため、事件の報告を受けた天皇が喜んだのは、吉中の聖子がわからない状況だったことだと考えられる。また、当時の参議であった東園、元政の東園基調教記には、 朝の長典が切腹の上、一家滅亡することを伝え聞いた元長が、3月26日、晴れ、伝え聞くに、去る14日、匠と乱心これより、相決まり、その夜切腹と言い,い、これより、一家滅亡と言い,い、とても不憫である。所存が達せられず、かつ、家中以下はルロとこれいたり、不憫なりと書いている。そして、その元長の父である、 東延期寮の気量狂気も、同様に、3月20日、晴れ、伝え聞くに、去る14日に、竹江城において、浅野匠頭が、吉良光助の助を人情したが、しかれども吉良は指紋に赴むかず、浅野匠乱気による沙汰とあり、夜に入りて、切腹と言いつけられ、一家は滅亡という、存念が達せられず、とても不憫である。当日、これよりご返答申 白書院は流血で不条の間となり、国書院においてお清めがあったというと書いており、東園府氏はどちらも浅野とは後半の処遇に対して同情を示しており、不憫であると書き残している。そして、これらの当時の朝廷に仕えていた三者の資料から判断する限りでは、新幕府派であったこの井本広も含めて当時の朝廷側は、 キラ・ヨシナカに対しては冷たく、浅野長則に対しては、同情的であったことが読み取れる。ただ、当時のキラ氏の立場としては、幕府の方針を忠実に実行しただけとはいえ、ヨシナカは幕府による、朝廷抑制政策の通達役に立つことがた、そのため、天皇もまたヨシナカに含むところがあったという見方も、ある。しかしながら、綱吉の時代である、この時期は領、五両。 皇室量が1万国から3万国に増加し、幕府嫌いといわれる霊元天皇に代わって、新幕派であった、この江本宏らの補佐を受けて、東山天皇が申請を行っていた時期でもあり、朝廷と江戸幕府との関係は、概ね良好に推移していたとされている。加えて、吉良義仲の父である、吉良義冬も後家として、朝廷との接衝に当たったが、 五光明天皇からは包み平の太刀、小水の法王からは備前三郎、国宗の太ちを賜るなど、たびたびその功績からご家品を賜っているが、義仲についてはそうしたご家品を賜った記録等はない。茶人としての義仲は、茶商戦争談の晩年の弟子の一人であり、茶道弁妄章を表した茶人、山田隆史編などとも信仰を持っていた。 占い一、僕一、光月之助の上の字を二分したものという茶の語を持ち、占い一流を起こしていた。その一方で、佐賀鍋島藩の師藩である、鹿島藩の江戸留守居の公葉日記、御財布日記に、キラ光月之助様より、航路御所望につき、四死五路、長白荒木主一木添え、お手紙にて、陸史にて使わされ候、々、東刊五路御所望に騒来度もこれなく、 右の香炉あり合わせ香よしにて使わされ香。元禄11,698年9月2日、キラ光付の助様宅香炉一つ、花色染め付大花池一つ、袖香炉二つ物女付一つ、使わされ香。同年11月15日などの記述にあるように、吉中が所謀したため、家宝や茶道具をいくつも用立てていた鹿島藩のような藩もあった。また、 秋田藩の加納岡本元朝の、岡本岩頂日記にも松の廊下の事件から10日後に、書かれた吉仲に関する記述として、キラデン日頃隠れなき大平人のし。また手の悪き人にて、勝者を方々より恋取り非正、なされ、孔子よし。千年、東を泉殿へ初めてお振る舞いに御越孔子も、雪舟の三福体をかけそうは、乗り恋取り非正よし。 今朝のこと方々にて、こうゆえ、こちら様へご越の時も出入集こないないにて、メール功能、良きご道具必質工事ご無用と、お猿非正公ゆにこう、などがあり、キラデンは、日頃から、王兵の態度で有名な人物だというとです。また手の悪い人で、方々から物を背びりなさることが多いということです。千年、東道泉殿、伊説藩書へ初めてお振る舞いにご越になった時も、 摂州の三の体の五掛け軸を掛けたところ、背びって自分のものにしたということです。このようなことを方々でなされるので、こちら様へご越の時もお出入りの旗本衆が内々に、良いご道具は出されない方が良いと、お申しなされたということです。書かれているように、吉中は、他の大名の屋敷に赴いた際などにも、家宝や茶道具などを所望し、持って行ってしまうことが多々あったようである。 キラ家には、領地としては、三河国初軍キラ省、岡山、横須賀、大塚川、場、小山田、戸場、宮京の八家村の三千二百国、上野国緑屋軍の白石村、臼井軍の瞳村、中山村の三家村の千0 0 0国、計四千二百国の領地があった。このうち、上野国臼井軍、瞳村では、隣村である、磯部村において、 村の水不足を解消するために、磯部村領主の戦国、稲葉守久都市によって1658から、揚水工事が計画、開始されたが、領地を接する木良市の反対、妨害にあい、工事が難航したとされている。この工事は、木良市の妨害によって1666年から1668年の間、工事が難航、頓挫したため、久都市は、 自らの領地を返上し、工事を幕府主導による直轄工事とすることによって再開させ、1673年に瞳関を完成させた。この地籍から久都氏は領民によって深く感謝されて、稲葉大権現として祀られ、その功績を称えて混流された石祠、ら、聖徳碑などの関連史跡は、現在ではあんなの指定史跡となっている。人情事件があった。 元禄十四年、千七百一年、吉中は、後期肝入りの地位にあったが、当時の後期は彼を含めて国にいた。吉中以外では、畠山はじめ元、十四位上次重、大友義高、十四位下次重、品川石、四位下次重、京国後期、十四位下次重、戸田市京、十四位下次重、小田新門、十五位下次重、畠山義安氏、 十五位下次重、横瀬貞明十五位下次重である、元禄十四年当時。このうち、キ良義仲、畠山・義安氏、大友・義隆の三人が、後継も入り職であったが、中でも義仲は、後継も入り職の最古産であり、かつ唯一の左少将であった。後継筆頭と呼ばれているのはこのためである。義シが、浅野長を、 田舎大名と愚弄した根拠はない。ただ、吉仲も三河国、愛知県に領地を持つ旗本である。両者の違いは、旗本と大名の問題に起因している。旗本は、自らの領地に入ることがほとんどなく、家臣を大官に任命して派遣し、全てを任せている場合がほとんどである。義仲も、領地三河国発軍吉良城に入ったのは一度のみで、上野国力野軍白石村と薄い郡 瞳見村に至っては一度も行ったことがない。そのため、旗本が領地にアイデンティティを持つことはほとんどない。一方、大名、特に戸山大名は参勤交代で各年に領地に入るので、領地にアイデンティティを持つ傾向が強かった。旗本や不代大,大名からは、田舎大名と失笑を買うことがあった。当時の文献には吉中が案に賄賂を要求したが、 浅野長典が十分な賄賂を送らなかったことが、両者の不和の原因だとするものがある。ただし、皇家である吉中から浅野などの大名が指南を受ける場合、指南料や何らかの贈り物をするのが当時としては、慣例となっていた。なお、少子王老化で、刀傷事件が起こった際には、二回目の直視教王役である、浅野長典は吉中に指南料として、黄金一枚、 原独大番一枚イコール約百万円、巻き絹一台、鰹節一連を送り、同時期に、陰子協王役を認じられた、いよ吉田藩主の伊達宗春は、大番百枚、約一億円、きぬ数巻、輝の丹優の竜子の送福を送っている。協王役の指難料の相場については、はじめに、五馬代といった名目で、大番金を一枚、無事に役目を果たした後に、 さらに大盤金一枚を送るのが慣例だったとされている。そのため、朝野は、相場相当の指南料を、伊達は、相場の約百倍の金額を吉中に指南料として支払っていたことになる。また、直視教王役に就任するのは、四万国から七万国。前後の所領を持つ上主の戸様大名、陰視教王役に就任するのは一万国から三万国。 前後の陣屋の戸山大名であることが多く、実際に直子教王役を命ぜられた後半藩主の浅野、長野は五万国の戸山大名であり、陰子教王役に命ぜられた伊予吉田藩主の伊達宗春は三万国の戸山大名であった。そして、少子王老化で刀傷事件が起こったこの時期は、吉中は1月28日から年賀の死者として朝廷に散大するために、 京都へ上京しており、2月29日まで江戸には戻れなかった。そのため、吉中が江戸に戻るまでの約1ヶ月間、他の皇家が京王役に関する指南を行っていた。この間の指南役は、吉中が上京している間の2月に、浅野が皇家の畠山義康氏に直視京王の費用の相談し、畠山から700両で良しとする了承を得ていたため、 畑山がこの間の指南役を担当していたと考えられる。よって、これらのことから、吉中が指南役を行ったのは、3月1日から事件が起こる3月14日までの2週間ほどで、朝の伊達の両大名が役目に就任した2月2日から3月14日までが全体の指南期間とすると、吉中については全体の3分の1の期間のみ、 指難役を行っていたこととなるので指難料もそれに比例して相場の3分の1ほどが妥当であったと言える。そのため、吉仲が朝野、伊達の両大名から上記のような指難料をもらうのは非常識であると言える。元六二年、1689年に、吉良義仲は家臣に命じて、下言寺の西側に玉屋を建て、幹の寿司を並べ、中央に キラヨシヤスの木像を安置し、左に義帝の木像、右に義仲の地像を安置したという。義仲が、ふっそ、行くよの像を差し置いて、自己の像を安置したのは僭越の行為であったとされ、義仲自身、生前自身に像を安置するのは単やれど、五十に達するに遠慮は及ばずとして、あえて像を安置したという。キラヨシナカと、大石義雄の二人は、 この絵や初代部新道家と斎藤家を通じる形で、桃園がある。吉中から見れば、妻の母親の実家を継いだ者が、大石家の地の流れるものだったということになる。しかし、事件前から面識があったかどうかは不明である。吉中の読みは、従来、吉中とされていたが、愛知県西尾市の家蔵寺に収められる、古文書の顔などから、現在では、吉久と考えられている。 キラ・ヨシナカを演じた俳優に関しては、アコー事件を題材とした作品を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。